サタヒコは、神道の神、スケタビコ神と表記する。伏見稲荷大社で祀られる稲荷、三神の一柱であり、主祭神の丘の御玉の灰神となっている。危機神話に登場するサルタヒコ人の別名とする説がある。現在は、伏見稲荷の注射の祭神であるが、もともとは、神社の神とされていたようである。スケタビコ神の神名については、サルタヒコ人は、 サ島、マ、サナゲ等の例から、サルタは、もとは、サタと呼んだという説がある。この説によると、サデンは、サボ、サナエなどの場合と同様に、神聖な稲を植える他の儀と返されている。神名が、スケタビコ神になるのは、明治以降で、室町時代の22社中式の伏見なりの城では、サルタ彦神である。神社には、神谷城と下社の2社、 あるいは中社を加えた三社の形式を取るものがあり、これらの多くは、上中家を何で区別しているかは不明だが、道書では代、神社、猿田彦命、三千世界の地主神とはこれなり、と説明される。また、江戸時代の幼州府市では、伏見稲荷の神社の神を王太の地としている。この神は、猿田彦人の子孫で、伊勢の五十鈴原の地主神である。 同じく、江戸時代の神社啓蒙では、神社城の神は、土祖神としている。これらから、神社城の神は、古くから、十日山の山の神として祀られた神であり、後に穀物神である、稲荷主神が、本来の神として祀られた際に、地主神として兵士されたのではないかと言われる。神社城の神は、光形一座なと伝えられ、お神であるとされていた。 前日の幼州府市では、猿田彦人は稲荷御神の一柱の田中神のこととされる。春の稲荷祭りの際、巡行の先導を務める田中者の御腰に空海が彫刻したと言われる猿田彦人の仮面を袋に入れて飾ったという。この現話となった中世の当時の演技では、空海が彫刻したと言われるのは、東海山の地主神の四道府都市の仮面である。 サルタヒ古人と同じように、顔の上に光ありで、夜を照らすこと昼に似たり、と記される。江戸時代後期から、それまで、中車の神であった丘の御玉を、下者の祭人とする記述が増え、それに伴いこれまでの神や城の神は、中車の祭人とされるようになる。現在もこれを引き継ぎ、助田部子大臣は、伏見稲荷の中車の祭人となっている。区の神。 導きの神と言われるように、交通安全、道中安全の神徳があると言われる。スケト、神社島根県のスケオミ社に祀られる、スケフト大臣は、出雲国風土器によると、大国使命の命を救った木坂姫の子であると、言われる。このスケフト大神は、平田篤種が、猿田彦人と同一とみなし、現在のスケオミ社も踏襲している。椿大臣社、公式サイト。 平成24年9月21日閲覧。神崎正る、猿田彦の伝承について、謎の猿田彦草原社1997年。有徳稲荷神社のように、猿田彦人のままの稲荷神社もある。松前県、稲荷明神の現像、稲荷明神地区間処九1988年。稲荷三神に、拙者の二神を加えた場合こう呼ばれる。正木前景論文。 今田智博、稲荷大臣ご柱とは何か、稲荷大臣、エビス交渉出版平成21年。ありがとうございます。